こんばんは、ミルトです。本日はコロナで幼稚園が休園になった平日の様子を撮ってみました。平日は父は朝の7時には出て、帰ってくるのは21時近くのため、ほぼほぼワンオペです。元気すぎる兄弟と夏バテ気味の母。今回から数回はこんな感じの動画を出す予定です。二人を疲れさせるべくいろいろやってみたので、ぜひ楽しんでください。そうこう話しながら作っているのは父の弁当です。卵焼きがあれば OK という精神なので、冷凍食品や前日の残りを駆使して作っています。すべて手作りのステーキ弁当とかさ、すっごいと思うんですけど、朝からよくできるなぁと感心するばかりです。あのお弁当だったら仕事のやる気も出るってもんですよね。まあ私には無理ですけどね。冷凍食品は基本的に冷凍のまま入れ、自然解凍させます。私の母が私が高校時代からのやり方で、もはや我が家では当たり前のやり方です。今まで腐ったこともありません。お弁当完成。朝食を終えたばかりでこの有様です。ノムさんみたいに思わずぼやきたくもなります。それだけ残す。これから遊ぶ予定のおもちゃを残して一度片付けることにしました。片付けると言っても8割は私がやるんですけどね。私も片付け苦手だからなぁとあまり強く言えません。すでに飽きてきてますね。お昼ご飯をサクッと食べ終え、私は IKEA で買った棚作りを始めました。ちなみに長男は昼食前から YouTube を見ていて遅れたので今食べてます。ご飯が出来上がったタイミングでご飯食べようと声をかけたのですが、30分待ったけど見るのをやめなかったので、ブチ切れて先に食べることにしました。基本的にはご飯は一緒に食べるようにしています。YouTube ですけど、一応1日1時間と決めていますが、こういうワンオペの日は1日1時間を2回見せてしまいます。私だって自由時間欲しいですもん。この貴重な自由時間で家事をすればいいものの、だいたい SNS を見て終わりますね。本読みたいなとか、ネイルしようかなと思うだけ思って、だいたい携帯を見て終わるという非生産的な休憩を過ごしています。これはあるあるじゃないですかね。キラキラ人種はきっと女子っぽいことしてるんだろうなと思う適当人間です。回しにくい。見てください、この適当具合は。回しにくいからと T シャツの裾を使っています。やばいなこれ。何？やばい。ここで事件発生です。本当にやってしまったよ。いやマジだ、マジでやっちゃったよ。横の板を反対につけるというボンミス、やり直しです。ほんとこういうボンミスをよくします。忘れるといえば、最近物忘れが本当に多くて、本当に自分に嫌気がします。最近の一番やばい物忘れは、子どもの予防接種の時間を忘れるということです。前日の寝る前までは覚えていたのに、昼まで忘れていました。ちなみに予約は8時。これはもう医療側にも迷惑すぎるミスでして、かなり落ち込みました。もとくん無事に、無事に PCR 検査はマイナスでした。よかった。ただのなんだ、この間プールやったからかな。プールでちょっと風邪をひいただけでした。よかった。熱も完全に下がりました。この柚子塩胡椒あられっていうのがすごい美味しい。コロナも陰性で一安心。食べているのを見ていたら口が寂しくなってきたので、一緒にお菓子を食べました。
その時は食べ方が汚すぎてかなりガチで怒ってます。ただお菓子を食べながら怒るという説得力のなさ。ちなみにこの棚はトロファストというもので、枠と引き出し込みで1万2000円くらいでした。おもちゃ収納にとっても使いやすくて、木でできているのも魅力的でこの棚に決めました。引き出しも5色くらいの色があって、組み合わせを考えるのもとっても楽しいです。我が家は緑とグレーにしました。慣れない制作に四苦八苦しつつ、説明書を読みながらなんとか進めています。あまりしないけれど、こういう作業は結構好きなタイプです。昼寝起きの次男も参戦です。さっきまで何の話してましたっけね。あ、そうだ、忘れっぽいネタ。そうそう、もう一つ本当にやらかした忘れ物ネタがあって、聞いてもらってもいいですか。私は吉田さん家のディズニー日記が大好きで、先日ファンミーティングに運よく当選して参加してきました。その時、丹精込めて準備したプレゼントと手紙を車の中に置き忘れるという大失態をしました。しかも30分以上早く現場に着いたのに、気づいたのは開始10分前。せっかく会えるのに何も渡せないのが本当に嫌だったので、ローソンで飲み物とお菓子を買うというただの差し入れ女になりました。本当に恥ずかしかったし、思いが届けられず悔しさが強かったです。1週間近くガチで落ち込みました。私の忘れ物ネタは以上です。それではトロファスト作りに戻ります。次男が泣いてしまってなかなか進まないのですが、長男が一人で必死になってやってくれています。なんとか一人でできたようです。すごい、頑張ったね。泣いていても気にせず作業、仕上げはお母さんです。今回息子たちが夕日にあえて棚を作り始めたのですが、それには理由があって、ものづくりに少しでも興味を持ってほしかったという理由です。料理もその一つで、よく一緒に作りますが、男の子だからとかは関係なく、子供ができたらどんどんいろんなことに挑戦をさせて、いろんな分野に触れて、将来自信を持って好きなことを仕事にできる人になってほしいなと思っています。今モンテッソーリなども話題ですよね。私も気になって本を読んだり、実際にやらせてみる中で手を出したくなることの方が多いし、口もたくさん出しすぎてしまっているところがあるので、子育ての難しさを肌で感じているところです。芝刈り作ってるみたいだね。芝刈り？あっくん電車、出発進行、もとくんも入ったら？はい、ですね。ちょっと待って、待って。よし、はい。電車、お母ちゃんも入れる。はい、出発。あ、入れない、お母ちゃんも無理。はい、アクセル。出発。出発。出発。戦争だったよ。おしゃがんでね。ヒノキ風呂みたい。ね。お母ちゃん的にはモグラ叩きみたいだよ。二人育てているとどうしてもどちらかを優先させるを得なくて、手がかかる次男に視線も抱っこも行きがちです。以前知らない年配の方に、お兄ちゃんを大事にしなさいよといきなり言われたことがあります。その時はんなの言われなくたって分かってるわとちょっとイラッとしたところがありましたが、
最近言われた意味を理解しているところです。長男はよく次男を叩きますし、次男の真似をして私の気を引こうとすることもある。もとくんかわいいと聞いてきたりもします。すべて愛情不足から来る行動なんだろうなと感じるようになり、少しのことでも怒ってしまう自分がとても情けなくなりました。もともと情緒不安定でヒステリックなところが私自身あるのですが、それが子供を産んでから顕著に出てくるようになっています。主人にもかなりきつく当たっていた時期もありました。今はちょっと落ち着きました。自分で自分をコントロールしたくてもイライラすると抑えられずに、うるせえとかって汚い言葉も出てくることもあります。手だけは挙げていないのが救いですが、言葉の暴力はしてしまっているので、本当に気をつけないとなと思っています。こうして一緒にものづくりをしたり、一緒にいる時間というのは永遠ではなくて、いつかは離れていくわけで、少しでも心穏やかに笑って過ごしたいというのが今の目標です。ボソボソ語っている間にトロファスト完成しました。わーせーキラ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 ーやったー。サムネイル決定。実はこの棚には先駆者がいて、こちらの2台を使っておもちゃを収納していこうと思っています。それはまた次の動画で。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ他の動画もご覧ください。それではまたお会いしましょう。